give love。はい、どうもぼちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。昨日に引き続きまして、発表会の総評シリーズというのをね、今やっているんですけども、動画を確認しながらね、皆さん、まあ、見返していただけると嬉しいかななんて思っております。昨日は、第1部のお話をさせていただきました。今日はね、第2部のお話をね、させていただきたいと思います。30組目から58組目、これも28組の生徒さんが出られている回、まあ、全部をね紹介するのは難しいので、私の生徒を中心に総評していきたいなと思っておりますので、最後までご覧いただければと思います。まずタイムカプセル、ウネフーリちゃんのねタイムカプセル、これね上白石萌音さんが歌う曲なんですけど、ウリちゃんは、ま、今年から私の生徒になって、ま、ボーカルやってるんですけど、いや、なんか、今も小学5年生か6年生ぐらいにもなってるんですけど、めちゃめちゃ成長してて、クオリティの高さにちょっと驚きました。まあ、近くでね、実際生で歌を聴いてるじゃないですか。で、1年前との、成長の差がものすごい伸びてて、まあビビりましたね。そんな彼女にとってこの、タイムカプセルっていう曲はね、もう余裕だったんじゃないかと思います。そうもう全くもって余裕だったんじゃないかなっていうぐらい、まあ安定してました。さすがでした。はい。そしてね、ここは私の生徒っていうところで言うとあれですね、次は40番こっから、これね、はるきくん、サイドはるきくんの曲ね、もちトークにも出てくれましたね、彼の曲なんですけど、まあ今回一番合わせるのが難しかった、3人で歌ったんですけど、私とはるきくんとすみさんね、そんで歌ったんですけど、まあ掛け合いが激しくて、最初全然うまくいかなくて、結構僕の中でもどうなるんだろうなって感じでした、一番ね。まあだったんですけど、やっぱりすごいなって思うのが、本当来るたびクオリティを上げてくるわけですよ、2人がね。もう私も負けてられないっていうことで頑張って上げて上げていって、歌はね、まあなんとかなりましたと。で、問題はね、見せる方だってなって、まあやっぱりああいう曲ってダンスとか入ってくるから、その2番の後の感想の時間をどうしようって話になって、それでね、まあちょっと一回打ち合わせしようかということで、歌の練習じゃなくて振り付けの練習をしました。で、まあ僕もいろいろ案出して、まあはるきくんたちも案を出してくれて、でいくつかのポイントを決めて、まあそのポジション変えたりとか、ちょっと踊ってみたりとかやったんですけど、いや、すごかったですね、本番。いや、めちゃめちゃうまくいったと思います。まあ、今回、はるきくんは、この1年間の間で声変わりをしてしまいまして、まあ、1年前歌ってた曲がほぼほぼできなくなってしまいました。辛かったと思うんです。僕も、まあ、どう声をかけていいかわからない。うん。でも、みんな、誰しも通る道なんよ、というにとどまったんですけども、本当に今回なんか運が良かったなっていうのは、彼がこのストーンズのファンだったっていうことですね。声変わりしたことでこの曲が歌いやすい音域になったんですよ。もう奇跡。うん、だから良かったです。自分を取り戻して、まあそして、まあ演奏することができたので、まあ良かったと、思います。本当にお疲れ様でした。ほんでね、次はね、マスコットライダーさんね、ウォッチトークでも出てくれたし、教室の発表会でもおなじみのマスコットライダーさんが、サザンオールスターズの真夏の果実ね、歌ってくれました。そう、マスコットライダーさん生徒さんなんですよ。うん。いやー、この曲、実は簡単そうで難しいっていうことが、まあ今回複数の生徒さんの、まあ、歌を教えるにあたって分かったというか、これって
簡単じゃなかったんだなって思わされました、うん、っていう中で、まあ、歌いこなせてたんですよ。いや、びっくりしました。よくここまで来れたなという思い、まあ、嬉しい思いですね。まあ、随分あのキーも高くなって、うん、かなりレベルアップした今回の、まあ、発表会だったんじゃないかなと思いますね。本当にお疲れ様でした。そして、次がちぃさんですね。あいみょんの春の日。ちぃさんはとにかくもうリズムに苦戦してたんですよ、ずっとね。なかなかリズムが取れなくて、なんでしょう、まあずれるんですよ、タイミングが。でもうこっちもね、そのどうにかしてあげたいけど、でどう伝えていいのかがわからないということがもどかしかったんですけど、まあ、彼女がその僕の動きをやっぱ頑張って練習してくれました。やっぱりリズムは足で取らないと、ボクシングと一緒で足で取らないとダメだというところで頑張ってね、自主練してくれたみたいで、合ってましたね。いや嬉しかった。なんかああいうのを見るとその成長の瞬間に立ち会えたなって感じがして、いや嬉しかった。いやもう本当にうまくいきました。本当によかったです。お疲れ様でした、ね、ちぃさん。そしてじんたくん、うね家のね、長男じんたくんね、10フィートハローフィフター5フィクサー、彼も今期から、ボーカル生徒としてうちに来ました。でまあ基本的にギターなんですけどね、でも歌もやりたいっていうことで来て、やっぱり、まあ、彼も声変わりをしてしまったわけですよ。だからその10フィートの曲ってそんなに低くないから難しい中で、でもどうしてもやりたいと、じゃあ何が彼にちょうどいいんだろうって探した、もう聴きまくってね、2人で聴いて探した、その中でこの曲が合うぞということで、まあ、採用されたんですけど、いやこれはやってよかったですね。でまあギター弾きながら歌うのが難しいっていうところもあったので、僕も歌ったんですけど、まあちょっとツインボーカル的な感じだったんですけど、うん、よかったです。また一つねレベルアップしましたよ、彼も。うん、よかった、本当に頑張った、最高でした、ありがとうございましたね、ちんたくん。そして、あ、次がまいさんね。まいさんの劇帝国歌劇団、これすごかったねこれはすごかったね。ついに発表会でコスプレをやったかみたいな。いやでもそのなんていうんですか、急に体操像になりましたけど、いやあれはね、全然ありというか、まあ、今回一番僕盛り上がったのはもうこの曲だったなと。僕はもうね、なんとかねウマーベラスかこっからでね、舞さんを倒してやろうかなと思ったんですけど、劇帝が今回一番すごかった。もう気合の入り方が違うもん気合の入り方が違った、うん、いやもう素晴らしい歌と、そして、ダンスね、スミさんと、金沢さんがついてくれました。これはね圧巻でしたねぜひ動画で見返してほしい、そんな曲でございました。お疲れ様でした。そして次、竹信さんね、氷室京介さんのネイティブストレンジャー、これはね竹信さんは本当は来れなかったんです。その帰省するっていうことになっててすぐ旅立たないといけなかったんですけど、それを1日伸ばして来てくれましたから、いやねこれはねもう本当に竹信さんの気合を感じました、うん、そしてまあ氷室さんが好きってことでねこの曲になったんですけど、いやー盛り上がりましたね、素晴らしい、ほんと素晴らしい、うん、いい演奏でした、はい。まあもちろんもう次もきっと出てくれるでしょうから、もう楽しみしてますよ、お疲れ様でした。そして次、三浦さんね、里見リーヌのハルトレインね、これがまあ一部の件でも話したストップリンの、曲になってるんですけども、まあこの子はまあ4年間僕見てる子で、
あ、全体でも2番目に古い生徒さんなんですよ。そうそうそう、一番は大久保さん、その次なんですね。だからもう本当に、まあ、長く見てきた子だったんですけど、なかなか発表会に踏み切れなかったって中で、やっぱり徐々にその彼女も意識が変わってきてね。そして去年初めて箱フェスに出演して、そっからの、まあ、今回発表会で、しかもいきなり5曲歌ったんですけど、うん、すごかったですね。いやもうやっぱ気持ちがまず強いことと、やっぱり諦めなければあの景色見れるんだなっていうのを、まあ、本当に思わされました。はい。でこのタルトレインをやったことで、その周りの生徒がまあなんていうんですか、相乗効果で今こう上がってきてるわけですよね。だからでも次は私もやってやるぞっていう生徒が少なからずもう4人ぐらいいるってことなんですよ。これ激アツじゃないですか。だからもう彼女をそのリーダーにしてね、この 2.5 次元アイドルっていうんですか、ここの部門をまあ来期みんなでできたら最高だなと、まあ思ってます。その、まあ、足がかりとなった演奏だったんじゃないかなと思います。この映像はちょっと諸事情によりですね、今回はね動画に入ってないんですけど、次回が楽しみにしていただければと、いろいろありますんでね、なっております。なのでコメントだけさせていただきました。そして、次が木林さんのあいみょん愛の花ね。この方ももう入会して多分すぐエントリーだった気がします。もういや僕よりも先輩なんですけど、めちゃめちゃ歌声が綺麗で、なんじゃこりゃと思って僕もびっくりしたんですよね。だからいやこれは出ないかんとね、やっぱ本人もどうしていいのかがわからないっていうことで来られてたから、いやこれはもうこの景色見せてあげないといけないなということで出てもらったんです。よかったです。まあ、曲が難しくてね、いろいろちょっとねその段取りとかで苦労されたところもあったんですけど、よかったです。いやもう今後のレギュラー決定ですよ。頑張ってくださいね。そして鳥居にもう一回、うねふうりちゃんが月さんの晩餐歌を、歌いました。うん、弾き語りでやってましたね。もう本当ミュージシャン感が半端なかった。序盤に歌ったタイムカプセルもそうなんですけど、いやこっちもすごかったですね。うん、本当あと3年後5年後になったらどんな子になってるんだろうって、まあちょっと僕は楽しみでもあります。そんな、成長の過程を、まあ、今日見えたかなと思いました。ざっと2部はこんな感じですね。でまあ個人的にこの中でまあ抜粋して面白かったなって思ったのは、ベース家のねアリナちゃんと、ちょっとフルネームで読みませんよ、ギター家の子ゆうきちゃんだったかな、この二人が同級生だったみたいで、まあ2曲連続でお互いの曲を弾くっていうのをやったんですけど、いやめっちゃ青春だなと思って、本当に見ててなんかもう羨ましかった。めちゃめちゃ今を楽しんでるわこの子たちって、まあ思いましたね。まああとはそうね、ディーパーディーパーをドラムを叩いた、キヨちゃん、この子ももう長い、去年ね会場の圧に圧倒されて控え室でちょっとねもう不安になってしまった一面があったわけなんですけど、今回も全然そんななくて堂々としてて、もう1年の成長を もろに感じたというか、すごくもう余裕を感じました。うん、素晴らしかったです。あれそうだ、もう一個あったね、星が泳ぐ。そうだ、これはもう教室で作られたバンド、ウィークルミエールというバンドで演奏したんですけど、これも良かった。しかもねボーカルの春樹くんはリハーサルに来れなかったんですよ。でまあそれでもメンバーのねギターのちょっと待ってね、いおりちゃんがやりたいって言うから、もうならもう私がリハーサルだけ歌おうってことでやったんですけど、いやみんな上手くなってたわ。僕の無茶ぶりの MC にも春樹くん即座に対応してきたから、いや
あいつはまた成長したなと。僕はね、本当にそれが嬉しかった。うん。MC できるってすごいですよ、あの年で。ね。よく頑張りました。あと僕個人的な話で言うと、めぐみの人でラッツ&スターになったのはちょっと楽しかったかな。サングラスかけてね。手袋もした、そういうの。そんなのもありましたね。はい。まあ、いろいろあった。そんな。あとあれだ。そっか、ギターって書いてるけど、そのボーカル、あやめちゃんがやったワニマのジュースアップのテーマもそうだった。いやー、てか、なんかみんなさ、その、本当に攻めたというか、まあ彼女はもうギターでもう長年やってたわけなんですけど、まあよくよく話を聞くと、実は歌も好きだってことが今回分かって、まあ、それでお話が来て、まあ練習したんですけど、あのスピード感のある曲を弾きながら歌うってマジですごいと思いました。まあこれを機に、まあ、次どんな一手を打ってくるのかをちょっと楽しみにしたいなと、思った。そんな、第2部を投票させていただきまして、結構長くなりましたね。そんな感じです。これもね、動画見れますんで、ぜひ、参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。明日は第3部をお届けしたいと思います。動画が上がってたらね、教室の方のね、上がってなかったら違うことします。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら教室の動画も見てくださいね。それでは失礼いたします。さようなら。